けど、はい、一般の方っていうのは例えばワンピースを1着作るために生地買ったら絶対歯切れ出てくるんですね。あの僕あの気になってるのが切れ込みアートってあって、絵を生地で描いて開けていいの？あ、どうですか、ね、これをおーこんな感じで見える見える、え、切れたんですか？いや、なんか切れ込みアートとは合計うまいな、大体納期前の工場ってこんな感じ。一つのフグに何も入っていない。何十万つうの？サーティワンだ。サーティワンない。パロさん、サーティワンが。ホーセーバー。服とか小物とか作ってると絶対歯切れ出るじゃないですか。出ますね、はい、生地の歯切れ。あれどうしてます？基本みんなお金払って捨ててるんです。そう、僕事業者だから事業ゴミとして出さないと、お金払わないと捨てられないですよ。逆にプライベートで歯切れがあってなんか作ります？あ、結構小さいんですよね、歯切れって、うん、大きければまあこのティッシュケース的なのこと作れますけど、みんなあのロスなく裁断するがやっぱり、あ、はいはいはい、歯切れが細ければ細いほど、ああ、そう、パターンみっちり詰めて、そう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 、綺麗に並んだなっていう、そうそう、満足感、そうそうそう、そうだからなかなか出ないですね、歯切れ、大きい歯切れが。いや、あの僕あの気になってるのが、あの切れ込みアートってあるんですよ。切り込みじゃなくてです、決め込み、でなんか発泡スチロールにこう生地をギュギュッと押し込んで絵を描いていくみたいな、はい、絵を描く、それで裁断くずを使ってできるんじゃないかなと思うんだけど、なるほど、まあやっていきましょう。やっていきましょう。プロの人はあの裁断できるだけ綺麗にするってさっき話ありましたけど、はい、一般の方っていうのは例えばワンピースを一着作るために生地買ってるので絶対歯切れ出てくるんですよね、まあ、確かに。でっかい歯切れがアームホールのこれとか、でも1メーターいくらとかで買うじゃないですか、うん、使うところがこう限られてて残りのところがこう、これ30円ぐらいかなみたいな。確かに、そう、ね、今生地高いんですか？でしょう、捨てるの捨てられんすよ、だって小銭捨ててるようなそんな感覚になりますもんね。用意するものが発泡スチロール持っていきますよ。発泡スチロールでかいです。これ90センチ60センチ、これ売った？これはホームセンターで売ってました。歯切れ。ちょっと持ってきます。うわ、小島っぽい。これわざと作ったの？いやいや、これはナチュラルに。ナチュラル。こんなもんじゃないですよ。とりあえず目の前にあるやつ、まだ捨ててないやつを。かき集めて。はい。大丈夫ですか？ロス大きくないですか？まあちょっとね。大丈夫ですか？ちょっと。エイリコは全部捨てるな、絶対。あ、すぐ捨てる。土が結構溜め込む。あ、そうです。なんかもったいないっぽいですね。そう、なんか好きだよ。結局使わんし、結局あのベルトループとか、あ、はいはい、あいうのも全部束にしとって、うん、でも一生使わんよ。そうなん、こんな感じで残ってくるとりあえずパッチワークしようと思って正方形に切ってみるもののパッチワークしないですね。そうそう、ずっとその四角の束の中の束のまんまで結局試してんのになって、うん、これはデザインナイフがみんなでやるって感じします。デザインナイフとハサミ、それから決め込みアートという面白い絵を生地で描いてみます。開けていいんか？あ、どうぞ。このこうやってカッターのところで切って、トノちゃん、こっちだな、うん、顔ちょっと危ないですけどね。まあ確かに、え、いいか、大丈夫、あとグリラって感じよな、変えんぞってなった。さっきナイフで入れたところにこう入れていく。これが開けるんですね。お、これすごい、両方使えるんだ。そう、こっちの逆側で、はい、で、はい、こうやって生地を決め込んでいく。それは決め込んでいく。そうなんです。で、あのデニムの裏と表使ったりしてこっち絵を描いていく。どんな絵？これをおお、こんな感じで
無理無理いいねなんとか無理リアクションがみんなで頑張ってなんかコピー機とかでコピーして視聴者の人にも真似できたらっていうのでね、うん、こんな感じでそれを守っていくそうそうそう切り込みは何センチぐらい入れるんですか？いやもうあのナイフでちょっと奥までやってちょうどよかったですね。そう。あじゃあもうこの刺さるところまで刺さるところまでブスってやったら。このぐらいいっちゃっていいです。こうだと軽いんで。グッあなるほど。はい。気をつけます。入れていって。はい。こいつで入れる。そういうことです。こうやってやるのか。はい。え、なんで切れたんですか？え、切れたんですか？切れた。いやなんか大丈夫ですか？一瞬スパッと当たったなと思ったら、そうめっちゃ切れるなこれ。めっちゃ切れます。これやばいでほんまに。こっちも切れる。こっちは切る。なんでそのテープで貼った？よしやろう。ハム先になんか色がつけてたらな。うん、そうみたいで、そうですね。この刃物の切ったところが後で見えるように。はい、ああ、そうですね。やっぱ少しでも効率いいように考えちゃいますよね。うん、あ、じゃあ、こうして切った後に、はい、切った後にすぐ入れるマジックかなんかで切ったところをビューってしておけば。なるほど。いいっすね。借りよう。マジック借りてくる、はい、あの、とりあえずはクリーム機だな。クリーム機から始めましょう。縫製バー。ほなちゃんにお願いしたいことがある。僕ね。あ、なんでも。お、さすが。ナレーションをやってほしいんですよ。ナレーション。どうぞ。決め込みアートとは、合計である決め込み人形より発想を得て、ポップでおしゃれな作品に仕上げるアートです。岩見ず朝子さん六氏の処方で生み出した新しいアートワークの世界です。決め込みアートはたくさんの生地の中から色や柄を選び、手先を動かしながら作ります。糊などは一切すみません、縫うことはありません。ありがとうございます。12時までに間に合うかどうか。どこか黒だったかな。セラムさん、それは何をやってるんですか？ペンで、あれですね。ペンでなぞって後で、ね、そうそう、印つけてるんですか？そこまで来た。あ、タル君、これ全部行ったんだ、一応全部行ってます、ね、難しい。だいぶ大きくなりましたね。あら。これやらないと。もうやばいですよ。自分でも。僕なんだったら僕も先にもう上司に謝りに行ってますよ。あ、そうですか。力技でとか上司から言われたりしないですか？で一回それで成功しちゃうともう次からそれが普通になるんですよ。うん、そうそう。できるじゃんって。この間できたじゃんって。そうそう。まだ触ってないこれ。うん、ブロック目薬持ってます。これ持ってるの？僕もあります。みんな持ってる。まばたきするの忘れるよな。うん、ここどうする？ここまっすぐにする？でもチェーンみたいなのいるよね。リアルなチェーンつければいいよ。ああ、それでいい。それでもいいな。かっこいいかな。ファスナーつけていく？ああ、ファスナーでもいいな。私は上手に。でもなんかその前カーテンと見なかったもんないじゃん、うん、なんかでもすぐ覚えそう。センスとか同じ人って吐きずにずっと続けるもうそれに出会えるか出会えんかよ、うん、そんなに没頭できるやつに。そうですね、うん、ここにマジックにとくか。もうギュッてやったらこう生地寄るよな。2年ずっと続けられるようになりますね。ちょうどいいぐらいになるもんね、この割れ目の。もうそこはもう潰し で、ね、でも強制的にやらされたらやってみて。もうなるようにしかならんじゃん。あ、ずっと撮ってくれて
おお。じゃあここからです。ここから決め込んでいきましょう。決め込んでいくってなんかちょっと危ない言葉になさっきからやっぱ気になる。縫製バーこれってじゃあちょっとその、はい、これに合わせて切る。まあそうです。そうなの。こんなにさ、あの、あ、補正物を入れて。補正物が。そうですね。この文字何色ですか。これはデニムだから裏デニム、コン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 ですね。はい。あれだな、入っても浅いな。あ、そうですね。で、こう曲がるところが入りにくいな。はい、取れた。で、終わる。あ、でも一発じゃなくて、細かいのをどんどん入れていくから。そう、流れなんか全然細かい。なるほど。え、臭いよな、全然早い。これ、全然無理なんでしょ。早いよ。縫い代的なのが多い方が、はい、で、そう、そのぐらいもう、強引にギュギュッと。結構溝があるよな。溝と溝が溜まってるな。子供を脇に抱えてやるのがいいですね。ああ、刺すような感じで入れにゃ。うん、これな。うまいな。うまいですね。うまいわ。本当、そこ担当でよかったです。まあ、なんか1枚できてるね。うん、まあ、でもこれはこれでいいと思います。こうなんだね。ここはな、トロさん。ああ、古着、あ、もうすでに切ってあるんですか。そうそう、リメイク用に。サボテン用ですよ。サボテン用ですよ。サボテンが。こういう使い古着のジーンズとかどうしようかしらみたいな人いると思うんですよね。これでアートにするのも一つ手です、ね。それも飛び始めましたよ。僕の持ち味はこっちだと思って。すげえ。ほらこれ。もう祝いですもん、完全に。うん、誰がどう見ても祝いです。じゃあ加藤君これ一遍外してこっち乗るでしょ。いや僕それやるんやったらここに入ったらなります。この外すっていう作業がどれだけ嫌かですよね。切っちゃいました。縫製バー切るの専念しよう。あ、本当ビチビチ性格現れるの。お、性格現れる言うと思った。四角は四隅を切り込んだりするといいですね。生地が綺麗に折れるので。まあでも家で黙って黙々とやってる分には楽しいかな。まあ身内がいいな。トロちゃんちょっとやっつけてない。高校の時に家庭科でミシンやって、もうこんなの二度とやらないと思って。それなぜかっていうとやっぱり、ね、こう汚かった。加藤さんみたいに、なんかちょっと綺麗にできると、ね、なんかハマる人の気持ちもわかるとなるんですよね。でもこういう時焦るのってやっぱり完成させたいが先に来ちゃうとそうなんですよ。かのちゃん、なんかお母さんにとか怒ったら怖い時とかがあるんですか。めっちゃある。めっちゃある。めっちゃある。どんな感じで怒るんだろう。あんまりスマホいじりすぎたらダメなことする。あ、それもあるね。なんかお家の生活とか、それを撮影したい。あー、なるほどね。ハマる人はハマる気がするな。でもなんか久しぶりになんか上手くなる実感を味わえてる。なかなか日々の仕事で味合わなくなってきた。上達するという感覚。すごいすごい。まだあのノートパソコンで寿司だでしたり
あれをやってるんですか、ね、今熱めない。あ、そうです、うん、あ、そうです。なんで飽きるんでしょうね。上達感じなくなるからじゃないですか。なるほど、上達感じなくなる。そのプラトーが多いからじゃないですか。この平行になる瞬間が長くなってくると、あ、はいはい、みんな飽きてくる。なるほど。構成やめちゃう子もその辺やない。はいはいはい、すっげえシリアスな話。最近値上げ多いじゃないですか。工賃も上がってきてるんですかね。上がんないですか。そうですか。加藤さんって結構アーティスティックですか、ね、夏休みの作品でやりたい。あ、そうね、やる人おると思う。いや、もう1ヶ月かけてやりたい。なるほどね。この感じで言うと理想のサイズは B5 ぐらいでしたね。だいたい納期前の工場ってこんな感じ。一つのフグに何も入っていない。何時満中だよ。31なんよ、太郎さん。31がいい。大変だろうな、多分今。なんかどこも納期遅れの話聞くし。あ、そうですか。実習生がみんな帰っちゃったり。入ってない。そういう人たちも日本来なくなるよ。だって円安とか。それだって今日本のメリットがないですよね。うん、海外の人ってお金にシビアで、給料がこっちの方が高いって言ったらもうすぐ転職する。だから決め込んでないですよね。ここ決め込まれてないですよ。え、ここ決め込まれてない。いや、後からかぶせますよね。そこまで言うんだったら。でも次に作る時もなんかあれだな。何 B5 ぐらい。いや、もうこれはこれっきりですね。なんかでもインテリアのさ、カテワークだけで作るだったら可愛いね。加藤くんはこれを機に始めるんだ。なるほど、はい、これ情熱大陸。なんでみんな情熱大陸を目指すの。いや、でも僕最近セブンルールの方が視聴率いいんじゃないかな。セブンルールでいいどこですか。セブあれはテレ東か。ただセブンルールはあの女性専用なんですか。あ、そうなんですか、はい、女性の活躍してる人なんです。切り込み100入れて。じゃあこれは私がもらおう。やってるうちになんかいろいろこう改善点とか見つかってこう喋るから、はい、仕事病みたいな感じで、はい、次はもっとうまくできる気がする。その図柄の選びから型から、うんうん、ホーセーバー。お、遠目で見ればわかるな。編集でぼかし入れる。ちょっとぼやきがする。いや、これね、このこっちのクオリティ上げればね、ればこれ読める。まあ、この辺はね、上げる。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。